どうも、皆さん、こんにちは、チャックバスです。ちょっとね、声が響いちゃってるかもしれないんですけども、なんとですね、私のレボリュートカード、不正利用に遭いました。金額が6万1円、いかれました。全然気づきませんでしたね。い。いや、本当にね、このレボリュートっていうのは、プリペじゃないですか。まあ一応ね、不正申請みたいにして、まあちょっとお金が返ってくるかね、ちょっとわかんないんですけども、まあ一応申請だけはね、させていただいたわけなんですけども、いやー、まさかですね。で、このレボリュートって、使ったらね、通知が来るように設定できるじゃないですか。まあなんですけども、ちょっと私ね、仕事をし始めた関係もありまして、通知切ってるんですよね。基本、Apple Watch とかスマートフォン、両方ともね、通知切ってますんで、いやーね、ちゃんと見とかなきゃダメですね。まあ、ちょっとね、先ほどね、日付が変わって、今ね、夜中の1時ぐらいなんですけども、まあ、12時ぐらいになって、まあ、その時にね、よくポイントサイトの案件とかで100%案件みたいなね、まあ、購入していただいたらそのまま100%ポイントで返ってくるみたいな、まあ、そういった案件がありまして、まあ、こういうのはね、結構すぐなくなるんですよね。ですんで、まあ、今回参戦しようと思って、ちょっとレボリュートのね、アプリを開いてみたところ、あれ、こんなに残高少なかったっけなと思って、で、ちょっと見てみたらですね、6万円ほどいかれておりました。いやー、辛しかもね、何が辛いって、不正利用ね、まあ、来るかどうかでもね、やっぱあるじゃないですか、不正利用って。まあ、これはもうしょうがないことだと思うんですよね。番号の羅列なんでね。ですんで、まあ、それはもうしょうがない。で、まあ基本的にカードの不正利用だった場合は、やっぱり保証があるじゃないですか。まあそれですよね。まあこのレボリュートっていうのはプリペなんで、多分ね、保証ないと思うんですよね。辛い。6万、きついっすね。それだったらね、ちょっと、まあ今じゃちょっと国内の高級ホテルは泊まれないですけどね。普通になんか利用した方が良かったですよね。いやー、辛いですね。ということで、ちょっとね、まあ今回の動画簡単になっちゃうと思うんですけども、まあ今回私はね、このレボリュートで、食らってしまったっていうふうになりますんで、まあ私自身ね、この不正利用ってね、本当に会ったことないんじゃないかなっていうぐらいね、機会がないので、かなり驚いているわけなんですけども、まあツイッター界隈とかね、見てると、まあちょこちょこそういった話もありますんで、誰がね、まああってもまあおかしくないのかななんていうふうに思うんですけども、まあちょっとね、私のアカウントを見せれる範囲でね、お見せしたいなと思うんですけども、まあこれがね、まずは私のアカウントで今ね、23,218円、まあ入ってると思うんですけども、ここですね、4月13日からの NS ソフト2万円、2万円、2万円っていうのが、まあ1分刻みでね、やられてるわけなんですけども、これが4月の13日。で、今この不正利用を気づいたのが4月の15日ぐらいで、まあ2日前ぐらいなんですけども、まあこういった感じでね、不正利用が食らってますと。いやー、残念ですね。まあ本当にね、リアルタイムで気づけてれば、まあその場でね、不正利用みたいなのをチェックして、まあ多分、まあ食らってもこの1円の段階でね、防げたと思うんですけども、まあ私はね、通知を切ってた関係もあるんで、まあ普通にそのままね、6万1円いかれてしまいました。っていうことですんで、ちょっとね、私はもうカードロックして、まあ今はね、バーチャルカードも全部ロックしている状態なんですけども、
まあ、やり方としてはですね、このカードっていうボタンを押していただくと、まあ、私はね、もう普通のカード、スペースグレーのカードがあって、で、あとバーチャルのカードがあって、あとオンラインショッピングのカードがあるんですけども、まあ、とりあえずこのバーチャルとね、リアルカードは両方ともブロックさせていただいて、このオンラインショッピングのね、このカードはね、どうやら、できないみたいなんで、これちょっとね、押してもね、あれなんですよ。あ、今ちょっとね、画面録画入れてるんで、ちょっと見れないですけども、あ、見れた。あ、ダメですね。はい、ちょっと今。まあ、ちょっと今ね、スクリーンショット撮ってるんで見れないみたいなので、まあ、ちょっとこのオンラインショッピングはね、できないみたいなんですけども、まあ、ひとまずね、こういった感じで私食らってしまいましたので、まあこれはね、どうなんですかね。多分プリペなんでお金は返ってこないと予想しておりますので、まあひとまずね、このレボリュートね、私自身ね、かなり、おすすめさせていただいてきてたわけなんですよね。で、やはりね、プリペ、今までね、あんまりたくさんのお金をね、入れるのはお勧めできないっていうね、話はね、まあ、散々させていただいてきたわけなんですけども、やはりね、プリペにはお金を入れすぎない。これね、本当に重要な点ですね。で、またですね、利用する際は、カードをね、まあ、このレボリュートの場合は凍結みたいなのがその場でできるんで、まあ、凍結使うときは、設定外すみたいな。まあ、そういった感じでね、利用していただくのがね、いいのではないのかなと思いました。いやね、これで多分お金が返ってこなかったら、まあ、本当に6万円そのまま持ってかれてるっていう風になりますんで、やっぱりね、このプリペのこの不正利用に対するね、保証がないっていう点はですね、やっぱり考慮していかなきゃいけないなっていう風にね、身に染みて思いましたので、まあ、これからね、皆さん、こういった目にね、合わないように、プリペイドカードにはお金を入れすぎない。またね、プリペイドカードの、まあ、利用上限みたいなのがね、まあ、イデアとかね、ビヨンさんとかできると思いますので、まあ、そんなにね、高額にしないっていう点ね。で、またね、まあ、イデアとかの場合は、まあ、レボリュートにチャージとかね、することがね、できますけども、まあ、こういった時に利用するときに、初めて凍結を解除して利用できる、利用するみたいな。まあ、こういった感じでですね、対策ね、皆さん、打っていただければなと思います。いや、本当にね、今回初めて食らいまして、かなり落ち込んでおります。はい。ということですね、皆さんね、私もプリペね、おすすめさせていただいている部分はあるんですけども、本当にね、残高は持ちすぎない。まあ、チャージしたらね、できるだけ早く使うっていうのをね、徹底してね、皆さんも利用していただければなと思います。いやー、辛いですね。6万ですからね。ということで、今回はね、ちょっと緊急で動画撮らせていただきました。それではまた皆さん、お会いいたしましょう。バイバイ。